皆さんどうもこんにちは、ブーです。今回はあの OB 選手を使っていきます。それは、サファテ選手です。ダマシュ割りはタイム期ではないけど、特納と9位で抑えればいける気がします。それでは本編へ、レッツゴー。よろしくお願いします。相手の打率高かったから試しがいがありそうだね。相手の先発は内海、打つにはまあまあ得意です。立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずしっかりと流し打ちできました。先発ピッチャー打つに、そしてカスヤン下手くそすぎてやばいわ。丸さん頼むぞ。入れていきます。ファウルを狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。引っ張った。いやー超えないか。この回無得点は辛いぞ。走ってきた、来た来た、痛烈な打球。ギータナイス。入った。筒賀さんもギータに続け、ストライクを取りました。打った、これもいったか。えぐる。追加点が2球目打ちました。セカンド取る、一塁アウトで菅。とりあえずこの回は藤井無双ハイライトをお送りします。仕事をしたいところ。引っ張った、アウト取って、アウト。バッターは2番に入っている源田。藤井まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ちました。キャッチャーが落下に入ります。バッターボックスには3番王、ツーアウトになっています。この回のたった2球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。空振り、ストライク。外へ変化球持ってきました。あっという間にツーストライクです。ボール3球目外れました。最終回です。近藤が打席に入ります。ボール。最初は変化球できました。ボールになります。ボール。インコース変化球決まりません。ボール先行です。3球目は何で来るか。ストライク。素晴らしい球ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ボール。低めの変化球です。ファーストうまくさばいて一塁そのまま入ってアウト。8番バッター牧原、はい、内海まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の長谷川。内海まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど。そう、外のボール打った。ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には佐々木が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット。さあ、チャンスを広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには坂倉が入っています。さあ、チャンスが続きます。ジャストミート落ちた。ヒットになる。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは これが初球。おっと、どうだ。ファールグラウンドスタンドに入ります。さあ、2球目は何か。今はよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。いや、いい球です。ワンボールツーストライクです。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。アウト。そしてここでサファテの登場だ。の攻撃です。おそらくストレートを張られてるので、とりあえずは高めのスプリットから。
はいはい、敵さんストレート待ってましたね。じゃあ、今度は縦スラだ。やばい。ナイス、佐々木。今度こそストレート投げるか。やっぱり張られてるな。いろんな球種混ぜていった方が良さそうだな。内角スライダーとか振るってくれないかな。丸さんナイス。連続ファインプレーで2アウト。あとアウト1つ。最後のアウトは打たれるかもしれないけど、正々堂々ストレートだー。いやーマジか、打たれた。ここはまだ投げてないカーブで、ストライクゾーン入るなよ。OK、ナイス。甘ストでどうだ。打たれるか。次のバッターはフォアボール。結局フォアボール。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。はい、吉田をラストバッターにしてやる。今回1点を返されています。さあリードを3点まで迫られ、なおも得点圏になる。センターへ持っていった。よし、抑えたぞ。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。